土曜スタジオパークは1999年4月10日から NHK 総合テレビジョンで放送されているトーク広報番組である。2016年4月現在の放送時間は毎週土曜の13時50分14時50分。略称はドスタである。かつてはあなたの恋に応えますの副題があった。2008年4月放送分以降アナログ放送では映像サイズが レターボックス14-9さらに2010年4月からは地上デジタル対策でレターボックス16-9で放送されていた1995年にスタートしたスタジオパークからこんにちは同様東京都渋谷区人南にある NHK 放送センター内にある NHK スタジオパークからの生放送番組である NHK で放送中または近日放送予定の注目の 番組からピックアップして番組出演者らをゲストに招いて番組の見どころや収録こぼれ話を紹介する原則として毎回前半と後半の2番組でそれぞれの番組の司会主演など代表者1から2名ずつがゲストとして登場するただし連続テレビ小説や大河ドラマなどを題材にする場合は1時間で1番組を特集しその番組出演者から 複数名がゲスト出演することが多い。加えて視聴者の疑問、質問を調査するコーナー、注目番組をまとめて紹介するコーナー、丸ごと NHK フラッシュも放送。この3本柱で番組は進められる。視聴者からの質問は放送中はファクスで、それ以外の時間帯も番組ホームページからメールで募集するまた、1996年3月から1999年3月まで、 放送された、あなたの声に応えますの光景の NHK 自己批評番組として機能すると同時に番組名も副題として引き継がれた。毎月の放送番組審議会の概要を放送した他番組放送後に反響や批判の大きかった番組について制作担当者の釈明や謝罪を表明する場としても使われることがあった。この自己批評番組としての役割は 2005年度にあなたと NHK の放送が始まるまで続いた。毎年11月の関西ウィーク実施週には NHK 大阪放送局のスタジオからの公開放送が行われ、連続テレビ小説のヒロインや出演者がゲストに登場する。また、東京発の朝ドラや大河ドラマを題材にした週で、その主演者がゲストとして出演する場合には、そのドラマの舞台となる。 地方都市の NHK 各放送局のオープンスタジオ内市は公共施設からの生放送となる日がある。毎年12月31日のスタジオパーク大晦日スペシャルの一部では本番組の出演者をベースに進行する。2011年4月から10月9日は施設のリニューアル工事を行うため見学コースを半年間休館したためこの期間中の公開放送は原則としてなかった。 ただし、渋谷スタジオパーク以外の施設や放送局に出張しての生放送はこの限りではない。リニューアル工事終了後、本番組ではスタジオに観客を迎えての公開性放送が再開したが、平日のスタジオパークから、こんにちはでは観客はスタジオに入れなくなり、窓ガラス越しからの観覧に止まる形となった。その後、2014年4月からは、 NHK ネットクラブプレミアム会員限定ではあるがスタジオ内観覧が再開した2019年4月からはスタジオパークから常時放送される唯一の番組となっている2036年までの NHK 放送センターの長期建て替えに伴い2020年5月にスタジオパークを閉館した本番組は同年6月27日までは スタジオパークシーティーマイナス450スタジオから非公開での放送を継続し、7月4日以降は放送センター内の別スタジオに移動した。2035年に新施設に移転する予定だが、番組がそれまでに存続するか、また休館、新施設移転後も継続するかは現時点で公式なアナウンスがされていない。代役、編集リポーター、編集ナレーション。 編集2009年4月から6月にかけてデータ放送連動で番組キャラクター、同与ちゃんのデザインを決める企画が行われた。当時のレギュラー出演者とその時のゲスト出演者の4人が事前に描いたデザインの中からデータ放送による投票で一つずつパーツデザインを決めるというものであった。各パーツのデザインはそれぞれ以下の出演者のデザインが採用された。なお、同与ちゃんの 誕生日は番組開始日と同じ1999年4月10日の設定である。現在の番組キャラクターは七海ちゃんでビビる大木との毎回の毒のある掛け合いが見物である。ありがとうございます。